女優、ファッションモデルとしてだけでなく歌手としても活躍する黒木メイサさん。先週自身初となるソロライブを都内で行いました。ゼロはそのリハーサルに密着、ライブにかけるメイサさんの思いに迫りました。先週水曜日、3枚目のシングル発売を記念し、黒木メイサさんが初のソロライブを行った。アップテンポなダンスや官能的に歌う姿など、普段見ることができない一面を見せた。先月15日、リハーサル初日。おはようございます。ライブはダンスミュージックを中心に構成。およそ1ヶ月にわたるリハーサルの9割がダンスレッスンに充てられた。なぜ今回ダンスに力を入れるのか。仕事始めてから踊れなかったので、しばらく全然、本当沖縄にいた時は学校行ってた時間以外は全部踊ってたので、東京に来て仕事始めてから踊れなかったことが一番のストレスで。中学時代、友達とチームを作りダンスに打ち込んでいたメイサさん。15歳で女優デビューして以来、若手実力派女優として活躍。ダンスを踊る機会はなかった。そんな中、メイサさんは女優中心の生活に疑問を抱いていた。役者やってる時は役があるので、基本的に私っていうのは1ミクロも入ってないから、実際本当に自分がどう思ってるかとか何を感じてるかとかっていうのがこう結構分からなくなってたりしてて、メイサさんが求めたもの、それが本当の自分を表現できるダンスだった。本番9日前、メイサさんはある壁にぶつかっていた。これが分かんない、本当に。なんか縦になってこうやるやつは違うもんね。それは違う曲です。あ、ゆりりね、容器に、容器に後ろ、本当にできない、これは。横ライブの中盤を盛り上げる曲、スタンダップ。プロのダンサーでも踊ることが難しい変則的な動きの連続についていけない。体に染みてなかったので、単純にまだ足りないですね、やってる回数が。難易度の高いダンスを習得するため、連日8時間以上のレッスンを敢行。レッスン終了後もビデオ映像をチェックしながらひたむきにダンスに向かうメイサさんの姿があった。果たして初のソロライブは成功するのか。初めてのソロライブに向けダンスレッスンを重ねた黒木メイサさん。本番当日、間違いない、行くぞ、よし。午後7時半ライブがスタート。メイサさんのダンスに超満員の観客が熱狂。そしてライブ中盤、最も苦戦した曲、スタンダップ。メイサさんは変則的な振り付けを完璧に自分のものにしていた。こうして1時間半に及んだソロライブは無事終了。結構体力がやっぱり本番になると、なんか行けるとこまで行っちゃうみたいになっちゃうから、なんか抑えるところも覚えないとなみたいな感じで、私なんかはこうやって直接ファンの人と顔を合わせることがすごく少ないので、なんかパワーいっぱいもらいました。
黒木さん、まあ、スタミナ配分でしょうかね、あの抑えるところも覚えないと、まあ、おっしゃってましたけども、はい、まただけどこう役者だとかダンスだとかそっちの方面ではもう抑えずに全力で突っ走ってほしいですよね。いろんな分野にね、あのメイサさん自身もあの自分を見つめるダンスを通じて得たことが女優の仕事にもつながっているとおっしゃっていたんですね、うん、ですからこれからも両輪で活躍される姿期待したいですね。以上ゼロカルチャーでした。